僕、あの、親父が亡くなったんですよ。うん。うん。12月10日だったから。そうですね。うん。で、散々それ有吉さんに生放送中いじられて。オープニングからそうそうっすよ。ね酒井親父が死んだもんね。そう。そう、だから、今までこのオールナイト日本でも、その情報解禁してこなかったじゃん。そう。 とか、有吉さん初ですよ。うん。いや、ほら、で、二分の時ね、実際出てもらったし。そうそうそう。ねえ。うん。広安さん。坂広安、そうそう。ん。だから、な、な、あの、まあね、話出すのは、そうなんだ自然ではあるけど、まあタイミングは難しいね。難しいゃね。うん。身内の死ってなんかさ。そう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 。生々しいしさ。うん。リスナーもどう話していいかわかんなくなっちゃうような気もして。うんうん。今日も、昨日のこともあったし。うん。 いろんなこと話そうかなと思って。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、僕、10日にね、親父が亡くなったんですよ。で、それ僕ね、家、なんかで家帰る途中で、電話来て、ちょっともう、ダメですってなって。前々からね、結構、やばかった。入院しっぱなしだったもんね。で、あ、やべえってなって、急いで川崎帰って、たらもう、ダメなんですよ。で、親戚も集まってて、 そっか、ってなって、みんな泣いてて。でも俺、長男だから、これ泣くわけにいかねえなと、ってしっかりしないといけないなと思って。じしあね、おじさんが、あの、死んでも、何分か、なんか耳の感覚はある。ああ、なんか、うん。っていうのね。まあ、たまに聞く話だけど、歳伝説。ね、なんか、なんとなくそんな感じすんじゃん。お父さんも多分耳の感覚あるからなって言って、なんか、スマホいじり出して、ね。 ちょっと待て。ちょっと待てよ。ちょっと待ってよ。ちょっとてよ。ちょっと待ってちと姿勢て。と姿勢正すわ。ギり出してさ。ちょっとシートベルト必要な話じゃねえよ、俺。耳につけて。俺の一本聞かせて笑うじゃん。笑うけどさ、ちょっと弾きでみたら、まあまあいいシーンなのよ。 ああ、そう、うんうんうん。俺もそれでちょっとグッと来ていやいや、うん、わかるわかる。その現場にいたらね。そう。ケンちゃん来てくれてるよ、よかったね。お父さんよかったね。そこでちょっと泣いちゃって。ううんまあまあまあ、わかるわかる。うんうんわって泣い、みんなが、みんながそれの状況で、また一つもう一個涙出ちゃって、うんうんうん。みんなでわーって泣いてんだけど、うん。俺よーく聞いたら、毒物かけた。 いや、もっといいとこあったのに。だってさ、あの、実際出てもらってるから、その回だったりね、実際お父さん出てもらった回でもいいし、例えばなんか、なんか、は、はねた回っていうかね、ケンタがなんか話をしてる回とかね。あってもいいんだけど、まあランダムに多分おじさんも選んで、たまたま毒物回で、でき、できそんな良くなくて、親父死にきれねえんじゃんちゃんと天国行ってっから。 超えたとしたら、ちょ、ちょっとだけ生き返る可能性。びくってなる可能性あるもんな。もうちょっと企画詰めれたよな。あそう。そんなこともあったんですよ。へえ。まあ、でもあの、お葬式とかもね、あの、スタッフ、石とか含め。まあ、平さん、俺も一緒に来てくれたね、国別式。やっぱ、ああいうの嬉しいもんですね。やっぱみんな来てくれなんかさ、行く方としてはちょっと、なんつうんだろう。 まあまあ、そんなね、明るい場ではないし、普段こう、ふざけ合ってる、人たちがちょっとね。そうそう。急に入るじゃん、そのそ恐ろしきってさ。だけどやっぱ、嬉しいもんですね。そう。嬉しかった、すごい。そう。俺あの、お香伝うん。お香伝とかって、ほら、いくら金額とか難しいけよくわかんなくて、間柄とかもあるし、俺調べたらさ、3000円ぐらいでいいんだって、俺は。俺、5000円入れたんだけど、ざわついた親戚。いや、今んとこまだ、入ってないこれからか もしかしたら、らあの、ざわっとなるかもしれないですけど。うん、もし、ざわついて何か言われても、あ、全然全然って言ってたって。たぶんざわつくから。<laughs> 今んとこないな、まだ、その情報、ざわついたっていう情報。公電会社ももらったから、会場で。ああ<ー>。トップスのお菓子と紅茶の詰め合わせセット。なんかでも、そういうのも選ぶときに俺、現場にいたんだけど、<う>家実家にさ。うんうんうん なんかす、ワンワン泣きながらさ、お母さん、トップスでいいよね。ああ星のマーク入って、明るいね。若い人食べるよね。何 <laughs> 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 な,なんだろう、この感じと思って。<laughs> あ緊張と顔和がわるから、ね。<laughs> そうそうそう。そういう場所ってね。うん、また、そういう、だってね、うん、相方のさ、うん 身内のお組織って。まあね。変な感じするでしょ、平子さんもまあ確かにね。で、俺はほら、番組も出てもらってたし、写真とかでもら番組上で見たりしてるからおばちゃんとかに会ったことあるんだよね。ただ家族にはそうなかったから行って、お姉ちゃんがいてさ、ああ、平子さん忙しいのにと、あ、あ、本物は大きいんですね。あ、え、お姉ちゃん。そうなんだ。 なんか面白いことはありました葬式のなんか <laughs> いやいや面白いってことはないでしょう <laughs>、うん、<laughs> そんな親父さんのね相方の親父さんの告別式ですからいや何もないっすよいや何かあったでしょいや俺,俺も送りにねぶっちゃけ俺もほらありがとうございますの気持ちでね、うん ね、ちょっとでやっぱ、平子さんやっぱ斜めから見るとかあるい,かいやいや、俺だから、俺意外と、そういう手を取るだけで、実際、現場にだったら、そうじゃないっていうのはわかるじゃん。いや、僕、だから別に、身内だし、それはもう全然気にしないから、それ、もしあんなら、いや<お>面白ポイントみたいなったら。いやいやいや、ないの、本当になくて。<laughs> うん、だってあれでしょあの、家あるじゃん。うん、家、あの、写真ね。うん、で、あの、お父さんが、うん、 GT ホーキンスのキャップを被ってるのは、あれだって、スポンサーでしょ <laughs> 違えよスポンサーなわけねえだろえ違うよ、ね。あれだ面白いポイントでも何でもないでしょ面白いポイントだよ、あれ。俺も笑ったわ、あれ。家が。なんでこの写真なんだよ、と思ったの。家が GT ホーキンスのキャップ被ってるのは、だってあれ、ポポポイント俺はポイントではないなと思って。いやポイント、ポイント。ああ、で、ば、見て、うん、ああ、スポンサーさんが入ってんのかいや、スポンサーじゃないよ、あれ。いじりポイントだよ。でもなんで俺あの写真にしたんだろうと思って。<laughs> よくわかんねえんだでもスーツとか着てる写真の方がいいかなと思ったんだけどさ。ああ、そう。で、ほら、俺なんかもさ、あの、証拠すぐ前にさ、ロビーでこう待ってたら、う坂井家の思い出のスライドショーが延々とちっちゃい画面で流れてんのね。あの、ひろやすさんお父さんが子供の頃からずっと順を追って、結婚してとか、子供が生まれてとか、孫が生まれてとかの流れ。ね。で、まあ、白黒のね、昔のお父さんが子供の頃の写真よ。 あの堺なのね。僕ね。まるまるとそっくり。うん<あ>。俺もちっちゃい頃の写真って見たことなかったけど、ああそっくりだったほんとびっくりした。俺見て、なんで堺の写真、俺あいつ31だよな、なんで白黒なんだろうと思ったら、<laughs> 親父なのね。そう。俺もびっくりした。うん<あ>。こんな似てんだと思って。で、お父さんがまた子供の頃で、お父さんのお父さん、だからお前にとってのおじいちゃんなんかもいたけど、うんうん 俺とシソンヌの二人が合体したみてやろそっくりな感じでね合体も良くてね似てる似てる似てる。わけわかんないもんねそうやって考えたらさじいちゃん相方に似てて本当にバックトゥザフィーチャーみたいな本当ですよ本当すごかったうん。でも俺はでもあれだからね酒井の親父の葬式には行ったからね あお見送りでもやっぱりね気丈<ー>な遺族の方々の一言一言がやっぱり来る逆に酒井<ー>、うん、の母ちゃんとばあちゃんが「ん日高君忙しいのにありがとう」って来てくれた時にちょっとやっぱ食っときたね酒井のばあちゃんが身長1 3 0ンチぐらいですかああすげえそこ笑うな純の「ありがとう」笑わないでけれこういうの嫌だよな人のし。はい

だったじゃないですか。土曜日空いてたから。あ、一発母ちゃんと飯とか二人っきりで行ってみようかなと思って。いいね。うんうん。で、金曜日の夜から連絡してたの。うん。メールで。うん。で、明日、飯行かないとかって言って。うん。まあ、あんまり俺も言うことない。まあ、そうない。そうだそうだ。はみたいな。えうん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 。なんでみたいな。うんうん。 ままああ別にいいじゃんそのねうん、うん、たまには2人でさうん、うん、飯食いってもいいじゃん,うん、うん、いやちょっとごめんなさいなんか夜おばあちゃんと一緒にいなきゃいけないしとか <laughs> おばあちゃん一人にできないし 1> 1人できないしな<ー>まあまあじゃあじゃあランチにするランチでもいいし<ー>別にうん、うん、本当はまあ夜ご飯んの方がいいと思うけどう、ねうん、いや昼間ちょっと仕事でちょっとあれなんですよねみたいないやもう本当。 坂井軍団だったら僕だから、ね、その辺で。<laughs> ね、二つ返事じゃなきゃいけねえんだから。母ちゃんが坂井軍団の大元なのよ。言ったら。<laughs> <laughs> なんか、歯切れ悪いっつうか、なんか返事が、もやもやしてて。え、うんうん、でも明日ワンチャンあるからさ、とって言って,て、でも仕事何時に終わんのって言ったら、うんうん、12時に終わるって言うのよ。い<ー>ランチ行けんじゃん,、うんうん。そうだね。うん、じゃあその後、 じゃあ俺、川崎行くから、川崎でご飯食べよ。何食べてもいいから、みたいなこと。そっか、川崎で食うのか。そう。東京で出てくるのもさ、ちょっとめんどくさいじゃんか、で、渋々。うん。わかった。で、当日ですよ。うん。店、やっぱ探すじゃないですか。うん。まあ、あの、いつもよりちょっといいもん食っていいよっていうさ、そうだね。母の日うんうんうん。息子、 初めてこんなことを。そうだね。やるの。いやいや、嬉しい。そんなのは絶対嬉しいからね。むちゃくちゃ、もう、ほん本命のお姉ちゃんとデートするぐらいの。勢いで、もう、うんうん、食べログ、あさりまくり。川崎ねえのよ。ねえだろうな。ねえ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 ね当ねにねやっぱこう安さを、やっぱりね。 そう。売りにする店とかはあるだろう安くてうまいとかめちゃくちゃあるけど。うん、ごったにとか。<laughs> ごったに。ごったにはあるかもしれないけど。もつ、うん、もつ、もつとかでしょそうそうそう。うん、あとい、イグ,とかかイグアナはない。イグアナはな、ね、い。今ない。今時期とかじゃなくてない。ね、イグアナはいません。<laughs> イグアナ食わないけど。 で、またランチってなると難しい。なんかいろいろ探したんだけど。夜だと高級だけど、昼だとね。ちょっととかね。そう。そしたらなんか、探し、電車の中でちょっと探してたりしたら、うなぎ屋さん出てきて、食べログ3.7とか、ああ信用できるじゃん。信用できる。3.7は一番信用できる。身内も書いてねえだろうなっていう。そうそうそう。で、母ちゃんにここ、うなぎとか好きだっけってって、うなぎ食べようよって 私あんまうなぎ好きじゃないハマりに来いよ俺にお前んでハマりに来ねえんだこいつ回目やね別にねしかもこれもう一つ大問題が一つあるのがうちのお母さん気仙沼出身なんですよ宮城県の大島っていうちゃい島生物食えないんですよええマジで人生損してんだよ生物なんかめちゃくちゃうまいじゃん気仙沼なんてもう イタリア人がパスタ食えないのと一緒。インド人がカレー食えないのと一緒。アメリカ人がホットドッグ食えないのと一緒。ッっはわかんないけど、他にもいっぱいあるけど。めちゃくちゃうまく変色だからさ。そうだ。ただ寿司屋好きなのよ。はあの、卵とか。ああ、うん。そう。いる。いるわ、女で。うなぎあんま好きじゃねえって言ってるけど、寿司屋の穴子バクバク食うからないつ。 わけが分かんないのよ。違いがよく分かんないし。電話貸して。言うかこれ。なんなんめちゃくちゃ綺麗なやつで、ギリ許されるみたいなやつよ。ババだからな、もで、なんかいろいろ、なんか解析料理みたいなのもなんか探したりとか、いや、あんまりごめんなさい、みたいな。行きたくないな、とか。え何それと思って。どこがいいのってったら。 寿司三昧でいいってうの。いや、いや、いい、俺いいけど、いいけど俺、こんな機会なかなかないんだから。まあまあ。ちょい、いいとこ行けるよ、みたいな。いや、もういいです。寿司三昧でいい。まあまあ、ちょっとついてからもう一回考えようか、みたいになって。駅解説降りたら、お母さん待ってて。なんか、パリッとしたシャツみたいなの着て、いつもとなんか雰囲気、ちげ違のよ、なんか。 あの、ショートカット。ショートカット。うん。いつもじゃ、ちょっと雰囲気違うなと思っうあれ健太一人なのうん、一人だよ。よかったー。なんか結婚のこと弱いなとっ違う違う違う。なるほどね。なんか、ぐちゃぐちゃしてんのもさ。あー。緊張しちゃったんだ。緊張しちゃって。なになになにってなっちゃったんだ。うん。なわけ。 そっか。なんで、彼女連れてきたらどうしようっつって。そうそうそう。綺麗なシャツに。そう。単発ショートヘアでいて。それずっとだけど、単発ショートヘア。メラヨシカズのコンサートみたいになってんだから。ちっちゃいうちなの。うちのお母さん。そうそう。ああ、いやいや、そりゃそう思うね。急に言ってきたら。確かにそうだなと思って。まあまあ、母の日だから。よかったーと言って。じゃあどうしようか、名刺っつって。 <laughs> 寿司三昧でいいから私は、みたいな。なんかうん、うん、やっぱちょ、ちょっとなんつうか気使うっていうかうんうんうん、ね、別にいいんだよ。健太そんなことしなくてもみたいなことなだうんうん、うん、元気でいてくれるだけでいいってね。そうそうそう。るからね。そう。うん、じゃあじゃあ寿司三昧行こうかってって、うん、もう寿司三昧行って。うん、まあ俺は普通に行くんだけども、もうん、母ちゃんはもうね、卵と穴子の連打。<laughs> <laughs> <laughs> 卵とことは穴子に問題があるって言われた本部の人の。チェックチェックチェックで、なんかちょっと少しお酒も。ああ、そう。まあ、母さんあんまり飲まないけど、その時はちょっと飲んでたけど。いいね、エロいね。うん。で、なんか、なんかこう、親戚の近況みたいな、どうでもいい話とかもしながら、ちょっとお酒も進んできて。なんか、俺、お父さんが死んだ時に、 あ、もっと、なんか聞いとけよかったな、とか思うこと結構あったりするじゃん。うん、そうだね。するのよ。うん。はい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 。だからここしかねえな、と思って。うん、俺も二人っきりでなかなかご飯行かないし、と思って。うんうん、お母さんってさ、と思って。お父さん以外付き合ったことあるのこれはなかなか,なかなかないし。なかなかないし、禁断の質問だしね。うん、おお<う>。ない、いないって。お父さんしか私付き合ったことない えもう一歩、二歩、三歩、進んじゃおうと思って。いや、マジか、緊張してきた。お母さん、お父さん以外とやったことあるちょっと待って待って、ちょっと待って、お前さ、お前。いや、これ頭いかれてるじゃないいやいや、俺もいい話だと思ったのよ。これ、でも聞きたくないちょっと。いや、わかる。ね気持ちわかるけど、知ったところで後悔するし、 ど、どっちみち別によ、えじゃあ言わないっすよ。俺、俺のお母さんのやった人数言わないいや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 。まあまあ、と、とは言えよ。<laughs> <う> <laughs> 言わないよ。もう、いや待って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 。待って待って待って。そこまで言われたら、俺もエロい気持ちになってるからさ。<笑><笑> いや、俺、ほら、知ってるからね。何回もお会いさせてもらってね。ねうん、知ってるからこそ変な気持ちだけど、でもまあ、葬式も言ってるからさ。うね。まあまあ、じゃじゃうちのお母さんは、うんうん、お父さんとしかやったことありません。<laughs> <laughs> お父さんしかないって言って卵掴んで食べてた <laughs>。<laughs> 何それ。純粋。純粋だったわ。 本当 <laughs>、こんな話聞けないわと思って俺は。いや、聞けないよ、そんなのは。うんもう。結構長い時間寿司三昧いた。2時間ぐらいいたかもしれない。あ,<ー>あんな喋ったことないもんお母さんとちゃんと。いや、いや、いいね。まあその最後の質問はね、また別として大事だと思うけどね。うんうん、でもまあ、その純粋だったんだね、お母さんも。お父さんの一途な、ね。うん。そうそう。娘だったんだね。うん。 で、まあ寿司三昧出て家寄ってけば実家寄ってけばってことで線香あげたりおばあちゃんに挨拶したりした方がいいんじゃないってこと言われて二人で歩いてさ実家まで行ってもうなんか背中も丸くなっててさとなんか年取ったなとか思いながら後ろから歩いて家着いてもうお母さんもうちょっとあんまりそんな飲まないから着いた瞬間秒でもう上行って寝て。 俺は1 0個あげて、おばあちゃんとちょっと喋る機会みたいなのあった。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。93かな ?93。ちょっと待って。いやいやいや、俺お会いしたことあるから。いや、ちょっとお前ダメよ。93だったら。お母さんだけにしといてよ、それは。言わないっすか、じゃあ。いや、待って待って待って。ちょっと待って。つやちゃんの、つやちゃんの、チャックしてないよ坂井つやっゃ待って。俺はまず、お母さんの人数で透かされた部分あるからさ、この今のエロい気持ちどこに持っていけばいいかわかんないから。 ちょっとツヤちゃんの経験を教えて。ツヤちゃんこれもねやっぱなかなか。いや、本来、一生知る機会のない話だからね。一生知る機会ないでしょ。うでなんかこたつで二人でなんかさ、うん、入りながらさ。うん。お前じゃ耳ちょっと遠いからさ。お<う>ばあちゃんってさあ、とかって言った。うん、おじいちゃん以外と付き合ったことあんのお えおばあちゃんっておじいちゃん以外と付き合ったことあるの三 <laughs> 3回ぐらいこれ繰り返して <laughs> ああそうねってことた私はねおじいちゃんと付き合う前はねあのー、結構遊んでたのお前 <laughs>、oh, お前 <laughs> 今やってる映画のリメンバー見てちょっと似てる映画だよす <laughs> <laughs> あの、まあちょっと死神の話なんかも出ましたけれども、うん、あの、先週ちょっとバージョン死にまして。タナトス <laughs> タナトスや、<laughs> スお前が、お前が言ったんだよ。ごめんなさい、俺がいけなかった。俺がいけなかった。<laughs> 俺がいけなかった。<laughs> 俺がいけなかった。<laughs> いやいや、それは、<laughs> それはダメ。 それは俺が行のかた今のはいや自分のばあちゃんだからまだね <laughs> まだ言えんけどお前麻痺するよほんとに <laughs> 伏線回収じゃないんだよ <laughs> 回収されてないんだって <laughs> いやでもほんと 亡くなっちゃいました。ば、あのー、ちっちゃいばあちゃんでしょちち、あのー、寂しいなー俺。寂しくなっちゃうよ。おね、お2回ぐらいやって、そね。ご、ね、挨拶させてもらったことあるけど。おやじの葬式ともら尾さんとか。そう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 、おばあちゃん。97だからね。あさあ、そうだ、97。9歳まで大往生です、ね、そうだね。いや、でも、あのー、僕も結構、なんていうんですか、両親共働きだったから。うん。 おばあちゃんに結構されてられてきたっていう,もうおばあちゃんからお小遣いもらってたし昼間もずっとおばあちゃんと一緒でしょ昼間もずっとおばあちゃんともうむっちゃもういろんなもうおばあちゃん優しいからさ何でもやってくれるしさ一回もなんか小学校で目立ちたくてさあの俺のばあちゃん側転できるからうち見に来いって言ってさ <laughs> みんなが見てる前でおばあちゃんに即転させたことあるの今もう、ほんと申し訳ないって今ね、それを言いたかったけどやっぱ言えなかったんだよおばあちゃんに最後。できねえだろ。できねえけど、<laughs> やってくれたのよ。あの、全然足伸びてねえ伸びてねえ、腰も曲がってんのにさ、すげえとのってでさ、特報告出せよとばあちゃんって <laughs> <laughs> 優しいおばあちゃんだったんですけども、う去年のね、末ぐらいからずっと入院してたんですよ、97歳で初めて入院したんだって、ええ、あう。そう、それでね、ちょっと、俺も何度か飲みまいったけど、元気だったんですよ、すっごい、退院して、年始ぐらいに家戻ってきてから、体調悪化しちゃって、初めて入院したとか、いろいろ気持ちもめっちゃって。そうだね したらもうさ、うん、おばあちゃんもう俺がその年始1月末ぐらいに「おばあちゃんちょっと体調悪いわ」ってお母さんが来て、うんうん、行ったらもう。 飲み物も飲めないぐらいで流さないと。で、おばあちゃん入院して、管とか入れて、いろんなやり方あるよって言ったらも私はいいってって。ああ、別にそんなし知ってもらわなくていい。十分生きたみたいなこと言うなよ。ふざけんじゃねえよ、お前。泣かすか。いや、でも、それで嫌がるね。嫌がるのよね、ばあちゃんなんなら家でゆっくり寝てたいっていうね。そうそうそう。人も多いしね。それでも。 健太どうだっつって喉乾いただろうなんか冷蔵庫からお茶とってきに飲みな自分も飲めねーのにつらあの頃の健太君に言った言葉と同じだよねそう冷蔵庫にジュースがあるよそのまんま俺はずっと孫だね本当にでね親戚とかも結構 みんな集まっておばあちゃんの娘、家族とか、集まってきて。なんかわかんないけど、その家族が大事にしてるワンちゃんがいんの。ねトイプードルみたいなやつ。めちゃめちゃおとなしくていい子なのよ。おばあちゃん、猫も犬も嫌いで、触ったこと今まで一回もなかったんだけど、 ちょっと貸してごらんっつって初めて抱っこしてんのとか見てあっこんなおばあちゃんやるんだと思ってすげえと思ってそのおばあちゃんたちが「じゃあ帰るまた明日来るからね」っつって「手紙置いてくわ」っつってそのワンちゃんが写った写真のなんかパカッて開くタイプの手紙を置いてったで帰ってってその写真パーッて見てたらなんか「元気にな早く元気になってね」みたいなの書いてあるたんだけどで、ボタンを押すとこあんだよ。 のボイスが入ってるタイプの手紙で。はい、あるね。ピッておっしゃら、犬の声が。たぶ本当におとなしい犬で、吠えたり普段しないのよ。すげえちょっかい出して吠えさせようとして。おばあちゃん、なんとかちゃんの声だよ。 切れさせちゃダメなのよ <laughs> ほらほらみたいな声も聞こえるし、ほ,らほいでせいみたいなおばさんの声とかも聞こえるんだけど。<laughs> なんでだよ。で <laughs>、えー、なんか僕思ったのが、うん、やっぱ俺もおばあちゃんにこれだけずーっと20年ぐらい一緒に住んでて、なんか、なんか 気持ちを伝えられてなかったなって。言わないね。そう。そうよね。なかなか言えないじゃないですか。家族の距離感とか。言わない、言わない。どうしようと思って、手紙を書くかと思って、お姉ちゃんの子供3人、家にいたから、よっしゃ、みんなで寄せ書きすんべみたいなノリで、で、真ん中に、おばあちゃん、元気になってねって書いて。いいね。で、長女とかも、元気になってとか書いて。で、俺は、なんかこう、照れくさいさもあって、 またばあちゃんの焼きそば食わしてようん。ケンタみたいな、ちょっと雑な字で書いて。じゃ真ん中の男の子五5歳の男の子がいいんだけど、ゆっくり赤いマッキーで書いて。な、なんかこういろいろ、ちょっと言葉まだわかんないから間違えちゃった。早く生きえてね。バカおい消せ消せ書き直し書き直しと間違えて。 生き、な、何を間違えたんだろうね。だから生きるっていうポジティブな意,<う>意味を見たかったよね。<laughs> 生きたいって。<laughs> 最悪。<laughs> 赤い死で。耐え、耐え抜いてとか、耐えて生きてとか。そう,いそうそうそう。うん。それが、テレコになっちゃって。<laughs> バカすぎんだよ、ほんとに。<laughs> <laughs> すげえなそれ一瞬分かんなくなるじゃんそうそう,そう <laughs> 合ってるっけと思ってちょっとあ会えるっていうたかい感じでおばあちゃん早く行きたいって <laughs> <laughs> あれどっちだっけなってな <laughs> <laughs> で結構何日かやっぱ実家に帰ったりしてて、うん、2> で2月のね9日の日になくなっちゃったの、うんでお昼ぐらいに連絡が来て、うんうん、ああもうこれは しょうがないもんだし順番でもあるしまあまあ大洋女だしね結局うちのお母さんと孫ひ孫たちに見守られながらそうそうそうで僕も急いで行ってみんなおばさんとか集まっててみんなワンワン泣いてそしらばその犬飼ってるおばさんがんかちょっと嫌な予感したんだけど俺も前 父ちゃん死んだときにさいやまだ、まだ耳は聞こえる、死んでも聞こえるからっつってさ、めちゃめちゃつまんねえ、うん、俺らのオールナイトニッポン流して、健太頑張ってるっていうのがあったから、怖えなと思ったらさ、うん、犬のボイスのボタン、ポチって押しちゃう,う,んう死んでるばあちゃんに聞かせて、ボロボロそのボトン入って、何これ。 なんでなんでなハハハハハハもう最後の最後ギリギリの時にもおばさんとかみんないたんだってうんそしたらおばちゃんがねもうこれで広安のとこお父さん俺の父さん広安っていうんだけど広安のとこ行けるあそっか息子が死んじゃってるからねそっかそっか おばあちゃんは、最後の、面白だったっぽいな。いけるかカかカかっって、ゲホゲホみたいな、笑ってんだけど、みんなおかずん、あ、洗濯物あるわ。あ、そんなあ、電話かかってきちゃった。つって別の部屋行ってみんな号泣してた。えいや、それは、そりゃそうだよ。そんなボケ、無理無理無理。もえない。めちゃくちゃ面白くねえ。 で、もないでそんなあって、まあ。うん、じゃあ、この後またもう、なくなっちゃったら、うん、次のもう切り返しもいろんな葬儀が何とかとかやんなきゃいけないじゃん。ね、忙しくなるもんね。そう。もし誰やるって,って。うん、うん、うん。もうその、 おばあちゃんの娘とかも嫁いじゃってるから、堺井家ではないわけよ。うんうん、なるほどね。そかそか。で、お母さんもこっち堺井家に嫁いだ人だから、神聖、うん、堺井家ではないわけですよ。神聖神聖。血うかいう血、ん、縁関係はないわけですよ。おばあちゃんとまあ,まあまあそうか、嫁いだ先の、義理のお母さんに当たるからね、うん。ピュアじゃない。純正堺井じゃないのよ。で、純正は、いや、純正って言うのかな。<laughs> 純正って言はあんまり聞いてもない。純正。直ょで、そうなると、直径、うん。直径は私になるわけですそっか、姉ちゃんも嫁いちゃってるから。姉ちゃんもいないし。ピュアな境。ピュアな境は私だけ。純粋培養の。吉村屋直径、杉田屋みたいなもん。家系ラーメンになった俺直径だから。乗れんわけだ。乗れんわけ。直接の。うん。そっか。じゃあ、健太君じゃないとか言ええ、モッシュ デビュー喪主抜かれたなやばいやばいね喪主抜かれたいや俺もやったことないし喪主は喪主は大変単独ライブみたいなもんだよねや本当にだって葬儀のね取り仕切りから何から喪主に来るわけでしょでもどうしますってそうそうでも次の日にはもう葬儀屋さんと打ち合わせたんですって一応お姉さん二人おばさん二人と俺のお母さんと あとその旦那さんとかでちょっと打ち合わせとかするんだけどでも実験握ってるのは一応一応私になるんですよ直径ピュア境私になるわけですよピュア様って言われてピュア様ばあちゃん艶だからちょっとややこしくなるュア様がとか言うからややこしくなるでなんだあこでいろんなこと決めなきゃいけないよねあれ本当にそうだねんかお艶の後に出す そのみんなで振る舞うなんか食べ物とかさ、食事とかどうするとかって言ってもちろんランクもあるだろうし、ね、ランクもあるしさ、うん、これ5000のがいいんでお寿司をじゃあ4つぐらい頼んでおばさんお二人でさ兄弟だからさ頼んでやる、うん、だ恵美子はでもいっぱい食べるからもっと頼んだ方がいいんじゃないタッパー持ってるれ何って「<laughs> 早く決めましょうよ」って。 もうさ、その葬儀屋さんもさ、漫画みたいに汗かいてきてさ、うん、何この会話いつまで聞いてらいいのみたいなトホホみたいな恵比寿さの漫画の出てくるような <laughs> <laughs> 写真はどうしますかとフレームはこんなのありますそれだったらお父さんとね広安の,の同じやつがいいかちょっと見に行ってみましょうって、うん、ああこれか。て、写真もなんかアルバム見て、うん <laughs> 俺、俺と葬儀屋さんとかずっと二人で喋ってるの、うんのよ。別の部屋からもうケタケタ笑い声。うん、昔話。ほかわか、ケミーコ、太ってるし。あ <laughs>、いだって太ってるじゃないこれ <laughs> どっちも太ってる。<laughs> あの、もういいですかこっち来てもらって。k y 姉妹幹部、幹部連だからあなたたちは。<laughs> <laughs> ちゃんと話に参加し終わらないの。つって。<laughs> 結局だからでも、 お姉さんたちになんか決め、俺もよくわかんないから、でも、お父さんとかは、その、おじいちゃんのやつは、もう、おばさんたちでやってたから、なんとなく参考にしながら、なんか、寿司がどうだとか、祭壇こんなんだとか、全部、一応、じゃあこれにしましょうって俺が決めるだけで。うん。反抗すね。反抗押すだけ、ただ。で、まあ、それを終わって、で、次の日、あ、違うな、何日後か過ぎて、農官の儀みたいな。 おばあちゃん農棺して、込んでいくみたいな。で、そこにも俺、参加した、朝から。参加っつうか。うん。募集、として。として、でも、そういう参加したんだけどな、これがね。おじいちゃんの時は、夫、お父さんの時は、入ったサイズの棺なんですよ。ね。じゃあ、これで決め、行きましょうって決めたんだけど。で、その、葬ぎ屋さんが来てくれて。じゃあ、これ今、じゃ運びますんで、中に入れますんで。で、おばあちゃん、この中に入れます。 なかなか入んないなかなか、あれちょっとサイズ違うかなよし、もうちょっとこっち、ちょっと削って、そっち、そっち削って。次、タンスじゃん。痛こう、痛おう、痛こう。もう一回待って、もう一回待って。斜めにしようか。斜めにして入れてみよう。置めて、お前もう痛置いておいてって。中掛けさんてん階段登る引っ越し屋のやつ。 結局、その入んなくて。あ,あ、そうえー、サイズ違い。変な窓から入れて。ああ、ああ、ああ、それをねで。おばあちゃん入れて。うん。そう。で、で、おつや。ま、あ、言うてやっぱ喪主ってそんなやることなくて。あ,あ、そう。参、まあ、列した人に挨拶、うん。うんうんうん。うんうんうん、とかするぐらいで。そうねそう。で、おつややって。お、うん、坊さんも来てるお坊さんにも挨拶して。そうだよね。<う>だから、前列センターみたいなもんでしょ、し前列センター。 みんなに挨拶しなきゃね。何回もお証拠を間違えちゃダメだと思って YouTube。お証拠のやり方もやっぱ YouTube ありますよ。あ、そうぜひ参考にしてみてください。正式なやり方ね。正式なやり方ね。正式なやり方とか、周波とかもあるしさ、わかんないぞ俺もよく。やってさ。ね。そう、それで。まあなんとなくその食事も終わって、終わこりなく終わって、もう別に挨拶することも俺も特になかったから。 で、次の日、告別式があって。で、いよいおばあちゃんの顔が、もう見るの最後。そうそうだね。で、みんな棺の中に花いっぱい入れて、手紙をいみんなが書いてきてくれて。うで、俺もでっかい画用紙に、ありがとうって書いて、三賀県だって書いてってって、誰にも見られないように、恥ずかしいから、入れて、いろんな手紙いっぱいで、もう棺が閉まって、おばあちゃんのもうこれで本当に最後になりますって。 マジで俺ももうボロボロ泣いてる。うんうるね、もうみんなが泣いてて、ふわ、うん、って泣いて中で、ね、なんか誰が書いたかわかんない、うん、子供の字の手紙があったボロボロ泣いてる。なんか最後閉まるっていうところで、その手紙がパッと目に入ったの。うんうん、天国に行ってもう頑張って書いて <laughs> いや、おばあちゃん、私に付い,いくわけじゃねえか。<laughs> 私に付い,いくやつを。<laughs>

を食うくちょっと動きもあっったんすよちょとばあちゃん亡くなってから結構経つんですけど去年の年末に母ちゃんから連絡来てあの何か知らないところからお香典が届いたと郵便でほう何か時期ずれためちゃめちゃだって年末だもん亡くなってもらって2月ぐらいだったからあもう約 もうい1年近くでなんかこの宛名とか見たら、うん、どうやら、うん、なんか東京にある、うん、鶏の鶏肉の卸業者みたいな歯、うん、じゃんうん歯だねえ俺がなんかロケとか行ったところえー で鳥の業者、高天って、でも津様って名前も書いてあるし、そんな話、ロケ先でしないもんねロケ先えし、そんなロケねえし、ロケあんま行かねえし、ちょっと俺、確認するわっつって、家帰って、見たのよ、そしたら本当に鶏肉の卸の業者の名前書いてあって、調べてみたら、大正何年からやってる、なんか。 すんごい老舗のすごいね。歴史のある。はぁ。何これつって調べてみもうすごいホームページもしっかりしてて。地図も、住所載ってたから、グーグルで見たら、立派なビル建ってる。へぇー。すんごい。何それ。なんだろうつって。うまい。とりあえず置いとくわかんねえかなつって、俺わかんないわ。これ知らない俺。って言って。で、帰ったの。うん。 母ちゃんこれまた連絡来て、あの、おばさんに聞いたら、どうやら、うちのおばあちゃんが、10年、20年近く働いてた場所なんだって、そこは。なかなかばあちゃんが働い、勤務詐欺なんて分かんないじゃん。もうだって物心ついた時はもう家にいたでしょ家にいた、もう。働いてないでしょ働いてない。が、丁寧にお香電くださった、っつって。あ、そうなんだ、っつって。どうするこれってなったの。 でもこのまま放っとくわけいかないし、うん、おっしゃーっつって俺、講電開始に行ってくるわっつってそのビル、<laughs> 勝ち込み行ってくる勝ち込みじゃないよ、そんな <laughs> 郵送してさ <laughs> 勝ち込むってそんな直に来られてもじゃないいやいや、いやなんか一筆書いてさうて送りゃいい話じゃない本来ね、本来それでいいっぽいけどやっぱりさいや実際行くのが本当はいいんじゃない、うん、どうかな

二三時間あった時あって、あれこれワンチャンあるわと思って、東京にあったんですよ。駅の近くの方に、ビルが。う行けるな、つって。あれ赤坂にいたんですけど、赤坂だった。あ、ゴディバあるわ、つって。ゴディバのクッキー、詰めて。すいません、東京駅のここまででタクシー乗って。行ったら本当、生で見たらもうすごいビルなんですけど。ちょっと緊張、 すするじゃないでか。誰だかわかんねえさキャップかぶったわけやかんねえわかんねえわかんねね腐れ方形腐れ方形やろまで言ってないですけどガチャって中入ったら後ろからすぐもう本当工場鳥の卸のほんとにちゃんとした工場になっててでなんか経理のおばちゃんみたいな人いて「すいません」っつって「あのこここういうもので」 今日香典返し持ってきたんですけどって言ったら「ああそうなんですか」ちょっと分かんないですけど名前も書いてあったんです香典に何とかさんっていらっしゃいます?」っつったら「あ今いるんでちょっと呼びますね」っつってんかその経理の部屋みたいなところでずっと待っててガシャ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 交渉の音してさそれで数分したらおばあちゃんみたいな人が降りてきて「あら」 つやさんのお孫さんわざわざありがとうございますっつってすんごい腰の低いさ優しいおばあちゃんでさ「じゃあちょっと上に上がってお話でもしませんか?」とか言上に上がって「社長室よ」「サラリーマン金太郎じゃん」こんな話社長夫人きっとああ夫人かあらわざわざ来てくれて」とかって言って マスク外してーと顔見せてーとか外したの <laughs> 似てないわね <laughs> 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 でなんか昔話もちょっとしてさつや、うん、さんはね、うん、もうこっちこっちでね<え>ーこっちこっちに働いてね<笑><笑> おじいちゃんともねうちの旦那と田舎が一緒でね一緒に4人で旅行なんかも行ったのおじいちゃんもねこっちこっちどうういこことっちちこっって何なんだろうって思ってたんだけど別に気にしないで結構喋っていや僕もおばあちゃん両親共働きだったから本当にお世話になっていいおばあちゃんで本当によかったですねって。 ところでお,お食事を何やってるんですかって。<ー>いやこれ来たなって。そうだね。あまあ本当言うしかないじゃんか。うん,うんうん。まあ、あの、本当に端くれですけど、お笑い芸人みたいなことをやらしてもらっていただいてます。あそうですか。うん、おじいちゃんもおばあちゃんもこっちこっちじな <laughs> ちっそんなし。なんかあ、真面目に働くみたいなことをこっちこっち <laughs>。<laughs> そのこちこちなんだと思って。へーうちもね、孫が大学生と、高校生の孫がいるから、もしかしたら聞いたらなっそのおばあちゃんはもちろんわかんないし、わかるかな。お名前とか聞いてもいいと思っアルコピースって言うんですけど、歩くよくある。まあまあそうなるね。あ、書きますって言って。 アルコピース酒井健太って書いてあらすごいじゃないです書いた紙と俺の顔何が分かるのか分かんないそうね照らし合わせてもかる分か分かる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 でかる分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 かか わざわざありがとうございましたっつって「うん、ちょっと待っててね」って言って、うん、なんかガサ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 にしだして「うん、これ」って言ってまさかポチ袋に1万円、うん、えっ 1>, <laughs> <laughs> !?1 万円 1> 全然売れてねえ芸人ホントだねウィキミで腰抜かしてんじゃねえか <laughs> <laughs> サンドリも出てらっしゃる。<laughs> <laughs> チョコ七。